北西会社、北西会社、ノースウエストカンパニー、英語、ノースウエストカンパニーは、1779年から1821年までの間存在したモントリオールに本拠を置く毛ガ交易会社。後に、カナダ西部となる地域で、ハドソン湾会社と激しく商業上の競争を繰り広げた。北西会社は、カナダの西部や北部の探検を成し遂げた一方、 ハドソン湾会社との間には、緊張が高まり、小競り合いが頻発し、交戦状態にまで至ったため、両社はイギリス政府の圧力で統合させられ、北西会社がハドソン湾会社に吸収された。ハドソン湾会社は現在でもカナダ最大の小売企業として存続している。北西会社に言及した資料には、古くは1770年に遡るものもあるが、 国政会社の組織に関する最も古い記録は1779年に形成された16人の株主による会社組織に関するものである。これは北アメリカ大陸の毛川交易を独占するハドソン湾会社による抑圧を打破しようとする幾人かのモントリオール商人たちが作ったものであるが当初は商人たちの緩い集まりに過ぎなかった。1783年 商人のベンジャミン・フロビッシャー、ベンジャミン・フロボシャー、その兄弟のジョゼフ・フロビッシャー、同じく商人のサイモン・マクタビッシュ、サイモン・マクタビッシュ、その他投資者であるロバート・グラント、ロバート・グラント、ニコラス・モントル、ニコラース・モンガ、パトリックス・モール、パトリックス・モール、ウィリアム・ホームズ、ウィリアム・ホームズ、ジョージ・マクベス、ジョージ・マクベスらによって、モントリオールに北西会社が公式に設立された。 彼らは、五代湖以北の寒い土地には、より良質な毛皮の動物が非常にたくさんいることを知っており、オタワ川からジョージア湾に入り五代湖を横断して、マニトバ湖方面へ至るという利益の大きな毛皮産地への経路を活用した。1787年には、グレゴリー・マクレオド・カンパニー、グレゴリー・マクラウド・ c o を合併し、ロデリック・マッケンジー、 ロドリック・マッケンジーが加わった。そのいとこのアレクサンダー・マッケンジー、アレクサンドル・マッケンジーも、北西会社に加わり、奥地に住む、先住民の漁師たちと実際の毛皮取引を行う、冒険商人たち、越冬組、ウィンター・イング・パートナーズと呼ばれるの監督を行った。スペリオルコガンのミネソタ州東北端のグランド、コーテージ、グランド・ポーティッチが、これらの商人たちと、 モントリオールから船で来る北西会社の社員が毛皮取引をする拠点になっていた。1803年には毛皮取引の拠点は同じくスペリオルコガンでアメリカ合衆国の国境より北にあるフォートウィリアムフォートウィリアムに移った。北西会社の営業範囲はサイモン・フレイザーによる西部探検やデイビッド・トンプソンによる探検。 アレクサンダー・マッケンジーによる探検によって、アサスカ湖周辺にまで拡大した。これらの探検家は、ロッキー山脈の原野を横断し、ついには、カナダ太平洋岸のジョージア海峡にまで至った。創業者の一人、ベンジャミン・フロビッシャーが没すると、サイモン・マクタビッシュは、フロビッシャーの兄・ジョゼフと取引を行い、北西会社の乗っ取りを始めた。1787年11月に、 マクタビッシュ・フロビッシャーカンパニーが設立され、北西会社の株式20株のうち11株を手にした。アレクサンダー・マッケンジーや、アメリカ人のピーター・ポンド、ピーター・ポンド、アレクサンダー・ヘンリー、アレクサンドル・ヘンリーも彼らの仲間となった。1795年、および1802年にもパートナーシップは再編され、株は分割されて、現地の冒険商人たち、 ウィンター・イング・パートナーズの取り分がますます増えた。1792年、マクタビッシュとジョン・フレイザー、ジョン・フレイザーは、ロンドンに、マクタビッシュ・フレイザーカンパニーを設立し、イギリスからモントリオールへの物資輸入と、イギリスでの毛皮販売も手掛け、ビジネスの垂直統合に成功した。北西会社は、イングランド系やスコットランド系のケベック在住者が、設立したが、 ケベックにはフランス系人も多く、マクタビッシュもジョゼフ・フロビッシャーもフランス系女性と結婚し、社内ではフランス系の人々がカナダ各地にある公益拠点の建設、経営、所有を行い、先住民との毛皮取引のために奥地を旅していた。北西会社は北西方向はグレートベア湖周辺へ、西へはロッキー山脈の反対側にまで、 営業範囲を伸ばした。さらにイギリス東インド会社が独占をする清との貿易に食い込むため、アメリカ籍の船を使って中国と毛皮を直接取引する取り組みも進めたが、大きな利益は得られなかった。さらに1795年には、ジャックビュー、ジョックビオがミルウォーキーに交易拠点を、器用に言い、ケワウネー、マニトワック、マナタワック、シボイガン、 シャボーイガンに全勝を置くことで、アメリカの北西部領土へも進出した。ミルウォーキーに初めて入植した白人はビューであり、その娘と結婚したサロモンジュノー、ザロモンジュネアウが街へと発展させた。1796年には成長する世界市場への対応のため、また市場で重要な役割を果たす国際政治への対応のため、短い期間ニューヨークに拠点を移した。しかし、 北西会社のライバルであるハドソン湾会社良質な毛皮産地を多く含むルパートランドでの独占を直挙で定められており北西会社はハドソン湾会社との競争で著しい不利にあった北西会社はイギリス内閣に掛け合ってこの不利な状況を改めてもらおうとし最低でも先住民との毛皮の物々交換に必要な物資や商品を 西部の公益拠点まで運ぶための航行権は認めてもらおうとた。マクタビッシュはイギリス首相ウィリアム・ピットのもとに陳情に赴いたが要求はすべて拒否された。それから数年の後、ハドソン湾会社による抑圧を解決する方法を未だ見出せずにいたマクタビッシュたちは賭けに出た。彼らはモントリオールからハドソン湾南部のジェームズ湾エリクロで向か。 ハドソン湾沿いを海から探検しようとしたのである。1803年9月、陸路を探検した一行は、ジェームズ湾南部のカールトン島、ジャールトンアイランド、現在はヌナブト巡州で自社船舶と合流し、この一帯は北西会社の領土であると主張した。ハドソン湾外社は自社領地で行われた、この大胆な行動に警戒心を高めた。マクタビッシュは交渉により、 ハドソンワン会社から合理的な妥協を引き出ると見込んでいたが逆にハドソンワン会社からの報復を受けた。サイモン・マクタビッシュは一族を会社に登用したがマクタビッシュにとっては縁故より能力の方が重要であった。彼の義理の兄弟シャルル・シャボワーユ・チャールス・コボーレスはレッドリバー下流の交易拠点を監督した。マクタビッシュはいとこ数人を雇い。 さらに老いのウィリアム・マクギリブレー、ウィリアム・マクギラベリーとダンカン・マクギリブレー、アンキン・マクギラベリーに仕事を覚えさせた。ウィリアム・マクギリブレーはビジネスで経営眼を発揮し、1788年にピーター・ポンドが引退するとその持ち分を取得した。ウィリアム・マクギリブレーは、その直後、グランド・ポーテージでの毎年の霊界の席でおじである、マクタビッシュを モントリオールの支配人に復活させている。マクタビッシュは攻撃的な実業家でビジネスの世界での強者とはいつでも他人の弱点を攻撃する備えがあるものであるということを理解していたが彼の野心と権力は会社のパートナーたちとの不一致を起こし数人が1970年代のうちに北西会社を去ったそのうちの数人は自分たちの会社を起こした彼らが 毛皮の梱包に使った商標からこの会社は非公式に財外社と呼ばれたが1799年により北西会社の営業地域で毛皮の交換を開始した。探検家、政治家として成功していたアレクサンダー・マッケンジーは1801年にこの会社に合流したため勢力は拡大した。両者の争いはエスカレートし、グレートベアコの北西会社拠点の長は財外社の 従業員との争いのさなか銃撃されるに至った。北西会社が、ライバル企業と激しく競争を行っていた1804年7月6日、サイモン・マクタビッシュ氏は要去り、ウィリアム・マクギリブレイが新社長となり、在会社との5年にわたる構想に終止符を打つべく、行動した。同年11月、在会社との合意を成立させ、 旧北西会社のパートナーが新会社の75%を、旧在会社のパートナーが25%を所有することに言ったアレクサンダー・マッケンジーはこのパートナーシップから除外された。ウィリアム・マクギリ・ブレイの元、1800年代には営業地域を拡大し会社は大きく伸びた。しかし、ハドゾン湾会社との競争は以前激しく、リザヤも縮小していった。 北西会社のニューヨーク支店は、ジョン・ジェイコブ・アスターと協力し、アメリカ船籍の船を所有し運用することで、イギリス東インド会社の独占を回避して、中国市場へケガを輸出した。しかしアスターは、かつてのサイモン・マクタビッシュ同様攻撃的な性格で、ウィリアム・マクギリ・ブレートの間では、東洋貿易の方針や、 まだ誰あれも領有を宣言していなかったオレゴンカントリーのコロンビア側流域への勢力拡大などについて激しく対立した。1806年、ナポレオン・ボナパルトによる大陸封鎖令でバルト海とイギリスとの間の経済封鎖が行われた。さらに、イギリスとアメリカとの対立も激化し、1809年には、被告広法、ノン、 インターコースアクトがアメリカで成立し米英館の交易も停止した。これによりカナダの毛川交易の環境が大きく変化した。当時イギリスは木材のほとんどをバルト海沿岸諸国およびアメリカ東海岸のニューハンプシャー州とマサチューセッツ州に頼っていた。イギリスはカナダ植民地に木材を求め特に船のマストに使う松材を輸入した。こうして カナダの最大の輸出品が毛皮から木材、木製品へと劇的に変化してしまった。しかしなお、重量の割に金額の大きな毛皮は利益の大きな商品であり、カナダ商人が英国に送金する際にも不足がちの貨幣の代わりに毛皮が使われたほどだった。1810年には毛皮動物、特にビーバーの乱獲が毛皮産業に打撃を与えた。 スーセントマリーの交易拠点も、米英戦争でのアメリカ軍の攻撃で破壊され、経営危機の北西会社には、さらに深刻な打撃取った。こうした危機により、北西会社の競争は、さらに激しくなった。ハドソン湾会社の株主だった第五代、セルカーク伯爵トーマス・ダグラスは、他の株主たちを説得して、ハドソン湾会社の領地、 ルパートランドのうち現在のマニトバ州などにあたる、レッド川流域30万平方キロメートルを常用させ農業植民地を作ろうとしたが、これも北西会社の終末につながった。北西会社や北西会社で働いていたメティ、スコットランド系やフランス系白人男性と、オジブワ、クリーなど先住民女性との間の子孫たちらは、レッドリバー植民地の農地開発に反対し、 さらに食糧難に陥ったレッドリバー植民地が発したペミカン輸出禁止宣言で北西会社もメティたちも食糧足になった。1816年にはハドソン湾会社と北西会社メティ連合軍との間でセブンオークスの戦いが起こり北西会社側は一人の犠牲を出したもののハドソン湾会社側に22人の死者を出す打撃与えた。これを受けて セルカーク伯爵は、北西会社社長、ウィリアム・マクギリブレイや、北西会社の所有者ら数人を逮捕し、フォート・ウィリアムスの全焼を占領し、裁判で、セブン・オークスでの犠牲者に対する責任を追求した。北西会社からは出資者のうち所有権の大きく、豊かなものが将来を案じて去り始め、さらに結束を強化する役割を果たしていたサイモン。 マクタビッシュ時代の縁故主義も腐敗し、会社の経費や指揮を損ない始めた。1820年には、北西会社は、ビーバーの毛皮一枚に、価値の等しい通貨を発行していた。しかし、会社の存続が怪しくなり、株主たちは、毛皮会社同士の敵対をやめるべしというイギリス軍事、植民地大臣第三代バサースと、白爵ヘンリーバサースとの命令に従い、 県円の中のハドソン湾会社との合併に合意せざるを得なくなった。1821年7月、イギリス領北、アメリカにおける毛皮交易の進歩を議会で過ごさせた、イギリス政府によるさらなる圧力の下ハドソン湾会社との合併合意への調印が行われ、北西会社は40年余りの歴史を閉じた。合併時点で新ハドソン湾会社は、北西会社に属していた。 全勝97カ所とハドソン湾会社に属していた全勝76カ所を保有していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。